いらっしゃいませ、ビーンズバーへようこそ。このバーはフライデーナイト8時にオープンします。おばちゃんのおばちゃんによるおばちゃんのための30分、このせちがらい世の中をけなげに生きるおばちゃんが皆さんと共にうさを晴らす、エコーかけて番組です。はい、今日のスタッフも大ママのキャサリンとベティベオクラ、そしてキムチの4人でお届けします。さあ皆さんこんばんは。今日もどれぐらいのお客様が聞いてくださってるでしょうね。今日はいいテーマですよね。もう絶対必見の、そうですね、もうこのテーマ、おばちゃんのやってまいりました。悩み、心と体編です。ハートンバディ、先週からずっと言ってると思うんですけど、なかなか話がですね進みませんね。みんな本当聞きたいと思うんですよね。そうですよ、うん、まあ共感みんなでそうよそうよってね、皆さん思ってくださると思うけど、まあ先週ね、最後の方にちょっとね老眼の話をちょっと目のね、はい、目が弱ってきたっていう話はしましたけど、まあ目も、まあ、耳も、まあ、鼻も詰まってますし、まあ歯のメンテナンスっていやとても大切らしいですよね。もうね歯はまたお金がかかりますね。もうね、一度行き出すとね、歯医者ってずーっと行かないといけないぐらい。でもやっぱ、まあ、長生きねするためには自分の歯で。芸能人は歯が命。あら、皆さん芸能人なのね。ね、そうそうそう、まあ歯まで来たでしょ。あと、はい、どう？あ、耳言いました。耳言いました。耳言ったよ。言いました。もう耳ってなんか、うん、若者がブラブラブラ。早く喋るともう何言ってるか分からない、分からない、あれ分からないよ、なんかもう一本の線パドンって言いたくなりますもん。本当になんか塊にしか聞こえない。ねえ塊でしょ。いやいや、これやっぱ耳の衰えだよね、うん、そう、ね、そうなん、相手が早すぎるんじゃなくて耳が そうなんだ。 それはね、ちょっと感じるようになってきた。私なんか心で聞いてるからっていうことは半分聞いてないっていうことですね。ほとんど想像多分こんなことを言ってるんじゃないかな。口でこう見よるっちゅうこと違う、聞いてない、聞いてない。そうね、大事で、まあ右から左に行く。でもいちいちほら聞き返すのも申し訳ないと思うでしょ。ね、そうね、ね、めんどくさかったりもするしね。適当にとかね、あーねーとか言うそれ声のトーン変えて、変えて。だからおばちゃん話聞いてないって言われる。そうなんですね、そうそうそう、それはやっぱり耳のせいもあると思っててください、皆さんで、ちょっとこう無理すると体のどこかここかが痛くなってきたりするじゃないですか。よく言うよね、ほら次の日に出ないで何日かして出るって。でも年取ったら、でも常に痛いから、ね、もう次の日もいつのあれなのかもよくわからない状態。もうどんなん、あの腰とか、あ、いやもう最近だから某整骨院に通って。やってるんですけど、やっぱりもう仕事上肩こりがめっちゃすごくて、でなんかもう吐き気がするぐらいにある日、なんか取り
ついてるんじゃないかっていうぐらい誰かに誰かにものすごい重たい何かが私の背中にあの人生き量かなみたいなで これはもう取らなきゃいけないと思って某整骨に行ったらそこがものすごいあの激しいのあのやや施術の力がすごい、もうすごい力を込めるので、それメンズがしてるんだ。メンズもレディースも女性の先生もいらっしゃるけど、そこはまあすごく力を入れるところ。で私も知るかと思ったぐらい、もうこれお産の痛みとどっちが痛いかなっていうぐらいに痛かったけど、それは私の体が凝り固まってたからっていう、まあ、先生が言うには、それぐらいもうほら固まってるから。筋肉も全然もう何も動いてないし、これはほぐさなきゃいけないって言ってほぐしますよみたいな感じで、去年の夏から行き始めて、だから今はもう動けます。でも一時期本当にもう動けないぐらいに、ちょっとここあの担当の先生が決まってたりするんですか、いろんな先生がして、まず最初にいろいろお話を聞いていただいたりするので、あの一応は決まってるけど、まあ、その時その時で、あの変わったりします、うん、皆さんイケメンの先生ですよ。それ大事ですよね。大事それか、うん、その人がしてくれるところだから行くみたいな、その人がっていうよりももうたくさんいらっしゃる、10人くらいいらっしゃるので、もうそんなにあの指名とかできませんよ。皆さん勘違いしちゃいけません。ボディを良くするために行きますよ。皆さん下心はちゃいけませんよ。ボディを良くするために、まあでも整骨院とかの整形外科は、まあちょっと年配の方の社交の場みたいになってますからね。だいたい朝一番からもう来られてる方がもうおしゃべりしながらね、まあ、今日は語源ある健康じゃねえとかいうの話しながら、もうロビーでね待ってあるのを見ると、あここが社交場かみたいに思ってましたけど、もうだって毎日通ったりほらする人もいるんですよ。ほら他にすることないから、まあとりあえず朝から病院に行ってそうそうそう、ちょっと顔に歩いておしゃべりしてみたいな、病院周りみんないろいろね、どこの病院もそうだもんね、うん、そうですね。多いですよ。おいおい。朝一はやめとった方がいい。そういうところに行くのをね、あのその方たちの専用の時間。やっぱほらなんか皆さんお暇だから行ってるのかなと思ったら、うんうん、自分も年齢とともに全てがなんかこう悪くなってきた。だからみんな行ってるんだと思って、名車、耳鼻科、歯医者、脳外科。首は凝るから整骨院、ね、脳外科までなる泌尿器科泌尿器科ね、でしょ、そうそうそう驚き何驚きまだそこまで行かないね、40代はそこまで行ってないかもしれない、うん、そうです。今もほらパッドみたいのがよくあるじゃない、くしゃみしたらとか、そう笑いすぎてとか、そうね、もう嫌ね、これもね、私ほら柔らかいバレーボールしてるから、はい、ジャンプとともに張り切ってジャンプしたら必ず手は上に行ってるけど下はでもその パッドといえばね、うん、ウガンダ旅行に持ってたトイレ事情が大変っていうのを聞いてたので、はあ、ほら妹さんなんかほら秘境に行くときにおむつを持っていくっていう話がそうで、だから結構だいぶ持ってたんですよ。おむつは持って、さすがに持っていかないけど、パッドをね、ご主人用ちょい漏れなんとかとか自分用、どこでも美しい綺麗なトイレがあるわけじゃないから、ちょっととか言うときはもう本当5時間ぐらいトイレ我慢しなくちゃいけないときとかね、やっぱりザラにあるから、結構やっぱ良かったですね。役立ちました。役
もうね、だからこれからちょっと、まあ、あの海外に行く人はね、それ持っていかれた方がいいかな、ね、メモっとかね、オクラメモっときながら。でもその何十 cc のやつ、いや、あの試供品でもらったやつだからそんな大きい、あの何回も使ったんですかじゃあ。パッドだからね。パッドは1個よ、1個ずつなんかたくさん持っていって毎回変える感じだけど、なんかやっぱりこう安心じゃないですか。そうですね。なんかあった時にっていう、そうそう、旅行はやっぱりね、でトイレはね、ゴホンってした時もね、うん、まあそれをつけていれば安心です、安心です。そうそう、まあ、でも40代はまだ全然ないんだ。バーの時がある。その大きさのくしゃみだったら、そう変わらんや。笑い声も。そうそうね。そうなの。まあ、まあ、あとはね、私たちホルモンのね、やっぱりバランスが崩れて、自律神経が乱れてね、乱れまくっちゃって。乱れまくってる。まあ結局頭痛とか、うん、そういう肩こりとか、そういうものも。全部それと関係してるのだとは思うんですけれども、やる気がなくなったりね、そうね、すごい人は、まあ、オバマキャサリンないでしょ、やる気がなくなったり。キャサリン、うん、やる気あるでしょ、ずっとないよ。あったらどうなんだろう。城を建てたい人がやる気ない。あんまりこう面倒くさいことはやりたくないなっていうタイプですね。それは性格じゃないの。そうよ。向かって。さすがチーママ。自律神経が乱れた時ってもうどんなに大変か、そのめんどくさいなとかじゃなくて、もう起き上がれないぐらいのね状態。でもあのもう一回りしたら多分良くなると思いますよ。私の頃は働き盛りの時にほら自分に責任があったり、なんかなんだかんだしてストレスとかね、なればなるほど、ちょっとね、あの目が回ったりとかいうのはありましたもんね。めまい、なんかくらーってなる時ある。じゃあやっぱり仕事から解放されて、今ちょっとフリーな感じ。そうなんですよ、今ね、もうね、バッチリメンタル面で。うわー、やっぱそれなんだ、仕事のストレスじゃん。ストレスね、家庭のストレス。なのかよくわかる。体の具合が悪いからイライラするのか、そう、イライラするのはやっぱりそのあるじゃないですか、生理的なものでイライラしちゃうわけだから、それで何もかもうまくいかなくなるのか、周りがダメだからいつもイライラするのか、まあ、それはちょっと、まあ、どっちが先かよくわかんない。だからでもみんながうまくいっていても体のが不調でいいって思う時はあると思うし、まあ、そこはちょっとあの難しいおばちゃんの課題ではありますよね。ここなんかまだね、最初の方にも言ったんだけど、やっぱそういう年代であるんだっていうことをやっぱ周りの人が分かってほしいっていうのは、理解はやっぱしね、でもあまり晴れ物に触るような感じでもね、なんかあの人50代よみたいな、今ちょっと近づかない方がいいよとか、なんかギャー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 言ってるけど、あ、これはまあちょっとそういう感じで、周りが理解してあげる、そういうお年頃かなみたいなね、ことを思ってくれると、ありがたい、そのストレスも少しもないじゃない、当たりが強くなかった。じゃあちょっとここほら、私更年期よって名札つける感じ。あの、マタニティマタニティカードみたいな。そうそうそう、更年期欲しいよね。ねえ、だってやっぱりそのほら、何この人イライラしてっていう風に見られるでしょ。そうまさかほら、そうじゃない、元気とか考えたら、その昔の若い時にっていうことを言うっていうことは、おばちゃんって言われたんですよ。若いの
若い頃にって、うんうん、でそうそう、うん、でも考えたら自分がその現役で20代とかで働いてる時にそのやっぱ40代とか50代とかのやっぱ先輩ね女性のあのお局様って言われる人たちがいてでその人たちはやっぱキンキン来てたんですよ。そう、ね、でね、そう思い出せばそうよね。その時にそう今思えば、うん、多分そういう風なところやったそこを分からんで、うん、あこの私たちが若いけピチピチしとるけまた悲願でって思いよったんですよ。ね、でまたあの豊島みたいな感じで言いよったんですけどでも今思えばその人たちその方たちの年齢になった時に、うん、なってる私たちっていうかねそう思ったらあの時そうやったっちゃろうねって温かい目でね。なんかね、笑顔がやっぱりほら、うん、なんか若い頃はみんな笑顔だけど、うん、難しい顔とかいう機嫌が悪い顔になりますね。そう、この間チーママの眉間の話でそう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 、そうね自分の顔を鏡で見た時にここに線が眉間に線があると思ってそうそうそうスマイル、スマイル、スマイル、ね、スマイル、スマイル、スマイル、うん、でもなんかな、この年でスマイルしてもなんか気持ち悪い人みたいじゃないなんかかわいいな、そんなことないない、かわいい、かわいい、ボケたのかなとかもかわいげあるおばちゃん目指しましょうよ、うん、口角上げていつもニコニコしてたらボケたみたいにしか絶対見えないと思うけどヘラヘラしてみたいな大丈夫ヘラヘラと大丈夫大丈夫ニコニコスマイルは違うスマイル違う違う違うみんなすごい笑顔かわいいすごい笑顔その笑顔笑顔チームはまあほら好きなあのお気に入りの人のこととか考えるの、はい、うん、あその話題が今日まだ出てなかった輝き出した顔がそう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 からどうぞキャサリンキャサリンは、キャサリンの推しメンはキャサリン推しメンっていうか、あのあれですね、あのゆずるくんですね、やっぱりゆずるくんねやっぱもうオーラがすごかったゆずるくんと、うん、ワンオクロックのトールくんね知ってます？トールくんって何？トールくん、ギターの子、リーダーの子え、なんでタカじゃないの？なぜかというと、二人は私と誕生日が同じなんですゆずるくんもそう、12月7日なんですけどね、でもなんかそれって何か感じるよね運命を感じてるわけだから、うん、やっぱり感じる同じ誕生日だから応援してあげなくっちゃと思ってそうなんですよ、ね、ちなみに古舘伊知郎さんも一緒なんですけどね古舘伊知郎さんってすごくないですかあの喋りの回転が早いね、うんうん、もうあの人のあのほらプロレス中継だとかなんかこうそこら中をずっとこう リポートして回ってこう喋ってずっと回っていくというねああいう感じはちょっとねあのちょっと見習わなくちゃっていうか勉強になりますねまあ笑顔のもとよね。ね、ゆずが出たと思えばね、また頑張ってるなとかね。もうね、ゆずるくんはやっぱりこう目指すところがちょっとね違いますもんね。なんか体とか絶対ボロボロになってると思うけど。すごいと思いますよ。プロプレッシャーとかもね。心も体もね。そうかね。やっぱりあの私たちきついなんて言ってる場合じゃないから。そうね、そう彼に比べれば彼に比べれば背負ってるものがどんなにでも違うしみたいなねオクラはどう？オクラの推し面はちょっと若いからね若い人が出てくるからみたいな、うん、そりゃもう嵐の相葉ちゃんああ相葉ちゃん相葉ちゃん出ましたジャニーズほっこりした感じ、ねうんねね、笑顔もいいしでちょっとすっとぼけたけど、うん、こういうところもあるけどでもちゃんとしっかりしてるところもある、うん、やっぱ追っかけとかするんですかあんまり、まあ、来たら、うん、来たら
入れますよ。違う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 。めっちゃ今ライブライブライブ。今年最後じゃないですか。そうなんですよ。まあ解散、解散じゃないでしょ。そう解散じゃなくて。でもやっぱり休止だけど、戻らんね。厳しいかもしれないけど、でもでもなんとなく希望をね持ちながら、みんなね。もうこれ最後の大晦日か最後解散。そうなんですよ。どうなるんだろうね。泣くね。すごいファンの人ってどうするんだろうその日。だけね。ジャニーズのねカウントダウンに行きたいって思ってあのコンサートに毎年会ってる、そう毎年会ってるのに、ね、すごいと思う。そうレンちゃんはもうみんな必死よね。そうなんですよ。だけどでも多分もうそこが最後やろうけって言ってて、ね、だけどけーって言ってけーがね北九州で、ね、みんなチャーとかけーとかね、うん、そうそう頑張ってね。もう大概抽選に応募したけど一切当たらない。抽選なんですか。もう抽選ですよ。そうそうそう抽選、そう抽選でチケットがあるんですよ。もうなんか前の方のチケットとかで、あの4万ぐらいするんですよ。でもだって外国までね皆さんおかけでいらっしゃるでしょう。まあなんか裏の手はあるんだろうけど、講演会じゃないけど、そういうやつや。講演会。やっぱ厳しいですよね。でももう諦めたけど。まあテレビでね、見て、アップで見れるしなと思って。うん。メシビは？私はもう綾野剛。ゴー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 渋いね。綾野剛最近ちょっとあんまり出てこないな。ですよね。もう若い男優さんがたくさん今いるから。綾野剛さんほらバンド作ってませんでした。でもそう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 、最近ちょっとね歌の方に力入れてるけど、そうそうそう、めっちゃ歌うまいですよあの人。もう何でもできる器用なのね。Google 先生Google 先生に YouTube ね。で最近あんまり出てない、映画の話題ないなと思ったら、去年そうやってバンド組出て歌ってたから、あこっちの方で今頑張ってるんだと思いながら、あげながらまあ応援して Go Go って言いながら。そうなんだ。あの山田くん高幸、うん、あの人も面白いですね。誰山田孝之。あいろんな役するけど、ね、何でもできる。あの辺はねまたちょっとそうちょっと中堅にちょっと頑張ってほしい。今あまりにも若い20代前半マッケリュとかがね頑張ってるけど、そういう映画ばっかりでしょ最近。若者ね、なんだろう、アニメから、そうそうそう、そういうのが多すぎて私たちどこからどう見ていいのかわかんないみたいな感じで、知識もないし。それ何の知識ですか、チーマ。なんかほら、そのアニメから来てるのあれ。アニメの、ま、漫画からの映画が多いね。王子様キャラみたいなのが多いもんね。もうドラマもほとんどそうだね。そうね、ドラマもそうね。もうコミック系からの、あのドラマとかがほとんどみたいな感じ。だから NHK のね、ドラマとかは本当に面白いオリジナルが多くて、結構そう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 、もう今はね、シビアなね、シビアね、そうね、まあ、でも硬いものばかりですね。だからやっぱ NHK を見出すっていうのもおばさんかもしれない。ほんと若い時見てなかったもんね。うん、うち一切 NHK 見ない派。どこを見る派？ RKKめちゃくちゃ見ますよ。だいたいビデオに撮ってだけど、ビデオ？ビデオじゃないね。録画して、そうね、録画してね、見るのもね。確かに NHK 多いかな。大河もだいたい今年、去年は見ませんでしたけど、今年は見ようかなと思ってますけどね。今年はね。
思うよ。ますよね。硬、うん、くはない。そう、うん。砕けてますもんね。カネオくんとか結構面白いですね。あれ本当にお尻探偵も。あ、そうそう、お尻探偵もそうそう。NHK。あれは見たことないけど、お尻探偵は。でも、ちょっと見ようっていう気にはあんまならないけどね。でも、なんかやってた、お正月にね。うん、だそうです。私はね、竹野内豊だから。あら、渋い。渋い、渋い。声、昔から声フェチなんですよ。声がいい人が。うん、声ね。そう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 。あのあれが良かった。それこそ何年か前の朗読の、あーね、あったね、ドラマ、あのドラマが良かった。あれも NHK だったよね。そうね、麻生久美子、久美子ドラマがあった、ね、あれすごい良かった。久美子可愛いそうね、すごいね。まあそれぞれみんな笑顔でいられる、そういうこう推しの人をやっぱりこう体ちょっと健やかな気持ちにね。でもこれ余裕がないとまた応援しようってとか映画見に行こうってならないんですよね。きつい時はテレビもスイッチつけないドローってこうドテーってしてる感じで、もうなんかそのドラマも見ない勝ったそれ重症じゃないですか。やっぱほら重症更年期も個人差がね、そうあるから、やっぱすごい悩んでる人は本当病院に行って治療しないといけないっていう人もいるし、もうねキャサリンママみたいな、うんみたいな感じの人もいるし、めんどくさいみたいな人はいいよね。あるし、まあそれぞれ気にしないことじゃないでしょうかね。私はもう一応その時期は過ぎたんだけど、それはやっぱりそのうちの主人の親が介護までしないとか亡くなったりとか、なんかいろんなことで長男が余命だから、いろいろなんかこう積み重なったもの、自分の体もね、長男の余命ってね、あの結構重いものがあるんですよね。葬式どうしたらいいのみたいな感じになって、でも今の私たちの母親ぐらいね、父母とかは嫌がる。そうね、嫌がって本人がまあ言わない場合もあるし、何か言ってたとしても、長男の気持ちっていうのがあるでしょ。俺はこうそんな話とか、ね、その兄弟で、いや、こうした方がいいんじゃない。できるかって言ったらそうじゃない場合もあるし、亡くなった方が何もしないでって言っても、そういうわけにいかないってなるし、でやっぱりちょっと血がつながってないものはそっか、ね、そこでなんかちょっと何も言えないとかね、言う場合もあるよね。自分の体もままならないのに、そうそう、まず親の心配をね、やっぱしないといけなかったりするので、やっぱおばちゃんたちは。辛いんですよね。いろんなこう重なり重なりね。自分のご両親どうです？いらっしゃいます？健在？うちは母が残ってますけど、あとはみんなね、もうはい。そうですね。亡くなる時って大変じゃなかったですか？そうね。まあまあ、それはいつかみんな。今日はそろそろお時間になっているので、ちょっと重たくなっちゃいましたね。まだまだおばちゃんの深い悩みの話は続くわけです、はい、それではどうぞめしべさん、今日も曲やってクイズ、最後のイントロクイズです、どうぞ。ルールルルルル
いだぞビーンズバーありがとうございました。これからお客さんにたくさん来ていただけるビーンズバーにしたいなと思ってます。ごひいきにお願いします。パー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 お願いします。パーパー今日はなんかニューバージョンのハミングが聞こえておりますけれども、ビーンズバーではおばちゃんの主張を大募集しております。もうこの数回おばちゃんの悩みについてお話をしてますが、今度はですねぜひおばちゃんの悩み仕事編あらあらというお話を来週はしたいなと思っております。大きい声では話せないかもしれないまたなんかいろんな話が出そうですけれども、ぜひ、お客様のお話も聞かせてくださいね。宛先はビーンズおばさん BEANSOBA 数字の3 @gmail.com までお待ちしております。それでは次回のご来店をお待ちしております。ありがとうございました。